はい。今回は会員制ビジネス構築4ステップということで説明をしていきます。会員制を作るってなると結構こう複雑化した階層で考えてしまう方多いんですけれども実際にはねシンプルに4つのステップで、まあ、作っていけば会員制ビジネスでリリースできるんだよということでこちら簡単にね説明をしていきたいと思います。でも端的に言ってしまうと会員制ビジネスを構築するためにはこの4つの順番でやっていきますよと。 メニューと価格を決めましょうということですね。提供する内容との販売価格とか期間を決めていきましょうよということです。で、システムを用意しましょうと。その作ったコンセプトとかメニューを広めていくための、あとは管理するためのですね、仕組みを作りましょうと。それを実際に販売していきましょう、リリースしていきましょうという4ステップになります。で、一個一個説明していくと、コンセプトを決めるっていうのはね、まあ、単にね、コンセプトを決めるだけではなくて、しっかりその前に強みですね、 自自社社の、自社だから提供できる理由の裏には背景のバックグラウンドがあるわけですね。それを分析、強みとして分析をして、他との、ね、差別化を図りましょうと。これがコンセプトですね。で続いてメニューと価格なんですけども。 それだけではなくて、しっかりと価格、いくらで販売するのか、でプラスオファーというところなんですが、例えば初回の入会者にはこういう特典をつけますって特典なんかも決めてもらいますよということですね。でメニューと価格というものを決めていきましょうというのがこの2つ目のステップですね。で、3ステップ目なんですけども、システムを用意すると。システムってどういうものかというと、例えば会費を徴収する決済のシステムだとか、 会員限定のメンバーシップサイト、あるいは会員限定のメルマガを準備していくということです。これら決済システム以外は正直なくてもいいんです。ただ、これがあるとよりね、よりよく会員制ビジネスを運営しやすくなったりだとか、離脱率っていうのは継続、大会率もね、下がっていきますので、しっかりと準備していきましょうということですね。 で、情報発信と交流っていうのが会員制ビジネスにはなくてはならない二つの要素という説明もさせていただきましたが、情報発信の仕組みと交流の仕組みっていうのをしっかり作っていきます。これが3ステップ目ですね。で、最後ですね。まあ実際作ったものを販売しなきゃいけないので、募集できるページですね。その会員制の、まあ、メンバーシップのね、その仕組みっていうのを募集するページを作りましょう。これランディングページとかセールスページなんて言われるもの。 で基本的に無料で集めるやり方と有料で集めるやり方があるので、それぞれね、こう組み合わせて、ご自身だったらどれかなっていうのをね、組み合わせて考えていきましょうということです。これが会員制ビジネス構築の4ステップなので、どんな難しく今ね、現状考えていたとしても、実際にはこの4ステップでね、さらっとできてしまうので、この順番でやっていくっていうことをね、押さえておいてください。